ありがとう整体の平野です。ストレッチをするとですね、調子が悪くなるという人たちが、ネットでね、こう探していただいて、結局はこの関節のね、靭帯が緩んでしまっている、で、緩んでしまっているのを守るために硬くしている、その硬くしているものを、揉むっていうのも一緒だと思うんですけども、ストレッチで緩めようとすればするほど、中身のね、ネジは緩んでしまっているので、より硬くしなさいという形で、血流だとかがね、こう悪く、逆に悪くなるというね、ケースがあるという、動画を撮らさせていただいて、中で、その動画を見て、私も、お客様たちがですね、本当にこう運動すると調子悪くなる、ストレッチをすると調子悪くなる、マッサージ受けると調子が悪くなるという、ことが、の原因が分かりましたというね、ことで喜んでもらえる言葉を、いただくことが、たびたびあります。本当にこの靭帯の緩みに関してはですね、ほとんどの方が知らないので、ぜひね、私が、皆様に、なんとかね、伝えなければいけないという思いで、動画をね、いつも撮らさせていただいてます。ご批判もね、あるかもしれませんけどもね、本当にそういうことで、苦しんでいる場合もある、人たちもいるので、ぜひね、そのご批判ではなくてですね、そういう人に、縁がつなぐようにね、つながるといいなと思って動画を撮らさせていただいてますので、ぜひね、邪魔をしないで、ください。よろしくお願いいたします。